台湾空編です。例えばヨーロッパ圏でですね、ミックスのいただいてきました。左方向です。1350円ですね、全部で。まあちょっといただいてきましたけども、結構美味しいですね。ミックス丼はですね、エビとあとメンチカツとカツが乗ってるやつですね、丼に。であとはですね、味噌汁とあとはですね、サラダお新香とかついてる感じになります。ここからですね、今北陸道を使ってですね、ちょっと帰りたいと思いますけども、一回ちょっとですね、下でちょっとガソリン入れてからちょっと帰路に着きたいと思います。まああれだな、サラダつけなくてもよかったな。あれ220円でサラダつけたけど、まあこれ感想ですけどね。およそ 700m 先、進路左方向、勝山国立道方面です。これでお酒さんが好きなラーメン山屋がありますね。地産院がこんなとこあったの、これなかったな、こんなとこ地産院がホテルが。100万ボルトが鎮座してます。フグイレジャーランド、ゲーム、プリクラ、ビリヤード、ボーリング、古いな。でですね、今までですね、ちょっと行ってたところちょっと振り返ってまた回りたいので、ちょっと今度はですね、いろいろパーキングとかですね、サービスエリア一個一個回って帰りたいと思います。馴染みがあるんですね、自分にですね。まもなく左方向です。一旦切りますね。はい、ガソリン給油完了しました。行きましょう。行きまーす。今時刻がですね、2時45分ですね。5時40分に返さなきゃいけないんで、まあまだ3時間あるんですけど、まあちょっと回りながら帰るんで、こんな感じでいいでしょう。
左か。住所って言ったらあれですけど、なんか言うね。
所在地が。だって今までは練馬と足立とあとは何だっけ品川多摩とかだけだったんですよ今まで。それでほら世田谷だったりとかさ、なんだろう、その今の杉並だったりしてたらさ、その杉並に住んでるみたいなもんこと分かっちゃってんじゃんっていうのがね思っちゃうんですよね。私はあんまり、まあ、お金払ってまでやりたくないなとは思いますけどね。まあこれは人それぞれの価値観があるんであれですけどね、全然あの否定してるわけじゃないですけど、この北陸道はね毎日通ってたんですよ本当。まあ、さっきあの動画で流したかもしれないですけども、雪がすごい時あったんですよ。あの1月かな12月終わり頃かな、あのすっごい雪降ったんですよ。もうなんかもう通行止めになっちゃったんですよ高速が雪で。その時止まったんですよね一回、あそのルートイン大和田店でめちゃくちゃ混みました。混めた時は雪降りました。あの時は次の日はまあ除雪してもう帰れたんですけど、なかなかシビアな旅でしたからね、はっきり言って。丸岡城ですね、行きましたね、丸岡城。いいとこでしたね、丸岡城は面白かったです。まあとりあえずですね、全部の、パーキングとサービスエリア回りますんで。まあ、イライラっていうか、まあ、一応車線規制
んとバッグ確認しますからね、来てないの。はい、じゃあちょっと撮ります。